チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のデザートは、あっちゃんが作ったかぼちゃの白玉団子がと作ったつもりが、なんかね、わらび餅みたいなものができました。でこの黒いのはね、うんじゃない、あんこです。あの、間違えてもうんではない、あんこです。では食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩御飯の後の出だったに、白玉を作った、南京で白玉を作ったつもりが、 なんやら、ちょっとわらび餅みたいなものができたので食べましょう。うん、味がしない。あんこと一緒に食べた方がほんのり甘いけどね。あんこ、うん、味は白玉団子やけど、食感はわらび餅。温度の問題かもわからない。あんこが常温で団子が冷えてるから。やはり味、これ今度また団子じゃわ、白玉を買ってきて、南京買ってきてリベンジするわ。この南京もね、甘みのない、なんか知らんけど黄色い南京やってね。うん、うん、もちもち。美味しいよ、美味しいの、美味しいよ。これだけ、うん、などなものです。食感がね、まあ、わらび餅ぐらいの食感ね。あんこが激甘なんよ。多分、水は規定量でやってんけど、南京からの水が多かったよね。めっちゃ南京やってんね。水を控えめでやったらよかった。プレミアム始まる。始まった。始まった。プレミアムが始まった。プレミアムの記録。やかましい。やかましい。小さくしてくれて。止めてくれていい。もうちょっとね、甘い南京にしてもうちょっとしか分からんけどね、なんか変わったのに、うまかったのよ。多分うちでできたじゃん、お父ちゃんお盆の備えに持ってきた南京で、で多分うちで取れた南京やと思うね。甘みが少ない、ね。あと1分ちょっとやかましいけど待っとってね。プレミアの音が。ってことでね、やっとこの白玉団子をね、もうちょっと固まるつもりが、やっぱこれ水の水分量が多かったんしやろうなと思うんだけど、ちょっとネバネバしてね、綺麗な形にするつもりがもうなんかベタベタなものになってきてるから、まあね、初めて作るからね、失敗もありますわ。はい、ということでね、また
どうだかってなってきた。またね、あのスイーツ系も作っていこうかなと思うんだけどね。こんな感じで、からもね、いろんなスイーツ、やっていこうかな、スイーツが和の紙やね。和紙も作っていくんでね。また、ちょっと、いろいろ、研究していきます。はい。ということでね、南京の白玉団子、ね、アコに教えてもらいながらね、作ってんけど、あちゃんが作れるか分からへんかってね、こうやって作るねーっつって教えてもらいながらね、作っとってんけども、やっぱりね、電話で話しながら、なんていうの、作るのって難しくてね、うん、まあ、ね、見ながらやったらこんな失敗してなかったんかも分からへんねんけど、うん、電話で聞きながら、こっちの現状を見せずにね、作ってたんで、こんなもんができましたわ。はい。ということでね、まあ、悪くはないよ、味は。味は悪くないんやけど、ちょっとまあベタベタしてるかな、水分が多いかなって、ね、まあもうちょっとしっかり固まった団子になればまた長短かなとは思うんだけどね、まあ、またね白玉団子をね作ってみんな食べたいと思います。はい。ということでね、まあこんな感じで和の紙結構な量ができたんよ、あら南京1個と白玉粉 200g、からね、だいたい 500g ぐらいのものができてるんですよ。結構お腹いっぱいになりそうやけどね、ゆっくり食べましょう。はい。ってことで、今日はね、まあ、そんな感じで、なんちゅうの軽くこういうね、甘味を食べて、やっぱりご飯の後ね、甘いもの食べるっていうのはいいことやしね。なんちゃんやっててんけどね、なかなかそういう余裕がなくてね、できへんかってんけど、これからまたね、ご飯の後甘いもの食べたりってことをしていこうかなとは思うんでね、やっぱりね、ご飯の後の甘いものって金運にいいって、ね、本当にね、しんどい時でも無理して甘いもの食べるったらね、結局、あっての懐良くなってんけどね、最近ちょっと懐また寒くなってきてたから、やめたらね、きっちり寒くなってきたからね、これからも、験担ぎに、ご飯の後の甘いものを食べていこうかな。だから体に悪いかもわからんだけどね、だけど、やっぱりね、懐が寂しいのも辛いしね、まあ、金運にこだわって、お金もね後からついてくるっちゃそうかもわからへんだけど、やっぱこの景気の悪いこの収益の低い段階ですごい辛い思いをしてるんでね、これはどないか打破しなあかんから、もう神頼みっていう験担ぎっていうことでね、ご飯の後の甘いものをこれからも食べていきましょう。はい。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯の後の甘いものタイム、和の甘味、和スイーツ、南京かぼちゃの白玉団子、まあまあ味は美味しかったです。ただもうちょっとしっかり固まって団子風になったらよかったんけど、ちょっとこれね、水分が多かったな、失敗です。はい。でも味は美味しかったです。ということで今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のデザートタイム、かぼちゃの白玉団子失敗作、よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。